全勝寺は、神戸市須磨区全章寺町にある臨済州南禅寺派の寺院。三号は、神武山。本尊は十二面観音。五皇御光天皇の直令により建立された、西節有数の寺院で、延文年間月、伊織宗光の解散により創建された寺で、足利幕府は、治療三十六国を寄進し、織田信長、荒木村重より、諸役免除の沙汰を受けた。 天正三年、豊臣秀吉の三木城、別所長春ゼメの陛下で消失し、後に桃山御殿から報告帝を移して、法上として再興。慶長19年に家康の後で、昆院数殿が、この寺に行った大蔵経を南禅寺に移した。これが、今も南禅寺に現存芝番重要文化財に指定されている。総藩のほか、 霊大増強の初彫り版が多く含まれることで、知られる印1879年度を消失したが、運び出された板へと2枚が現存。本堂は1915年に再建し、内陣正面に法案されているご本尊は約650年前に網が作った12面観論で、お顔が12面ある大変珍しい形式の仏像です。 1983年の三門解体修理中に名板が見つかっている。寺の傍らにある墓地には、橋下の神様として知られる、戸沢平九郎もり、地震研究の草分け、関や聖計の墓がある。ありがとうございます。